では始めてください。さあ久しぶりの登場 S さん。そうですね、 S さん久しぶりですかね。ちょっとさあ慎吾なのか。さあ一瞬慎吾にカーソルが合いましたが迷っているようで、おむせケンス、なんかちょっとパッと見イオさんっぽい。そうですね、ケンス、キングとプルト。また初手ではあまり見かけない組み合わせですね。そうですね、なかなか珍しいですねこれもね。まあこの2キャラ見るとまた私の友人が出てきちゃうんですけど、でも、あーなるほどなるほど、あの超球団の飛ばれやすさ全一なんですけど、ね、飛ばれやすさ全一で嫌な称号ですね。それでその称号を得たおかげで 98M のデュエルの2日目生き残れませんでしたから ね、 ね。あさあここはバーマン、やはりあれはまあちょっとリスクもでかいですね。確かに当たれば結構もういいんですけどね。まあまあはい、そこはやっぱりリスクも高い。あーうまい。ケンスやっぱあの留学祭がガードしたところから出せるっていうのは結構でかいと思うんですよね。そうですね、逆勝利は本当いいですよね。いいですよね、結構間に合わなくてもガードになることが多いから。確かに。まあ前転には投げで咎めて、まあ、2人とも落ち着いている。あこれは自動タクというか自動になくというか、さあミラージュが出なくても追っかける。ここで同キャラ、キング対キングは疲れそうですね。これ疲れそうですね。なんかスパ4のフェイロン対フェイロンみたいな感じですね。あ大変ですよねあれは。京都ルネードは一応ベノムを抜けるんですよね。ああそうなんだ。結構遠距離でも抜けてくるからちょっとベノムも打ちづらいが、ここは初ポンが決まってリードはムエタイ仮面。あちょっと遅かったね。つながるのは間に合った、届きましたねギリギリ。ドンドンって感じでしたね。あこれはでかい勝利。さあシャンフェイは本日初、あプーさん使った、あ確かいましたね。あーでかい、これ決まるんじゃないか。いい、おお減る、いいダメージ。あれは AB で出すんですよね確か。 AC じゃないですか。 AC AB だと前提になっちゃいますからね。あれけどあれ勝利キックですよね。勝利は AB か、あのボタン2個っすよね。あーそうですね、 BC でも確かダメージアップするんですよねあれね。あと言ってる間に半分、あ危なかった。あーっと苦しい。これはさすがに勝利か。あ持続は安全に D ボタン。さあまだちょっと怖い状況。あうまい今の、しっかりと、しかも逆歩きだったがため前が間に合わないと思いめくられたと思ってとっさに、はいモノノフさんがワンピガーですね。ここでモノノフさん、はい、さっきちょっと言いかけたんですけどありますよね、はい、なんかめくられたと思ってそっちの方向側としたら表に相手が落ちててそのままそのパターンでさっきキンディからありますね。ですよね、ゼロ2の無印のキムを相手にするとそういう時ありますから、ね、ありますあります。あれはモノノフさんはジョン K ダッシュ、あ 7C しっかりな。ジョン1番っていうのもなんか結構ゆるというかよく見るまんですよね。あ、はい、私の友人が一人初手ジョンにして楽したいっていう、はいはい、なるほど。だから俺それ以降初手ジョンはすごいもうしてるやつは許せないと思ったんですけどまあモノノフさんは別としましてあラモンラーさんとかもね初手ジョンだし。そうだ、あうまい。
まあ、こう見るとやっぱかなりスラーの性能本当いいですね。いいですね。無印のジョーからと比べるとかなりの強化点ですからね、はい、ここは一瞬待って投げる。まあ、どのキャラもそうなんですけど、初手取った時のジョンも嫌なもんがありますよね。あ、嫌ですね。こうぶっ込みも結構強いですからね。強いですね。大体の行動がタクっぽくなったりするから。確かにここは何度か読みを通して、中堅 K ダッシュ、はい、ここでちょっとボタンが効かなかったが、初期さんはそちらのトラブルに対応していく。で試合を見るとキングがいい感じに追い込んで生発動していき、おっとしっかりと見ていたジャンプ強キックから一発決めて、おっと K ダッシュが体力が逆転している。アインに乗っかってしまい、今度はベノムに乗っかる。ここは読んでいてダブルストライク。あーっとアインが出なかった。あー、モモフさん対象がネームレス。4ゲージあるゆえまだ全然あるぞ。しかもゲージのたまる遠距離強パンチを当てていく。ほぼ5ゲージに近いんじゃないか。あ、そんなことなかったか。 4.5 か。だがこの子供を咎めるには十分すぎる。だが子供も4ゲージ溜まってしまったため、あーっとここで、はい、はいはい、戻ってきたら大変なことにならない。ようこそ。いやーけど、まあ難しいですよね。難しいです。あのコンボ俺もよくミスるんで。さあ、もののくさん、よくバーサスにいるのにここで言われてしまう。ようこそと。あーっと、おー、うまい。だが4ゲージあるので、パオは魔法の強キックが当たったら終わってしまう。あーっと、していく。あ ー, あー、マックス2出ないあるある。あれ漏れたらあれになるのが怖いですよね。いやですよね。ああいう時にね、なぜか優先順位が A のはずなのに C の方選ばれますからね。あーっと、いい勝負だったが、もののくさんが勢いを止める。すごい、ヤチ君が座ろうとしたらもう YD さんが座っていて、ヤチ君の顔がすごかった。お前なんで座んのみたいな顔してたが。あ、 YD さんはいつも通りで、モノノフさんはモノノフさん最近なんかチンたまに使ってますよね。性格悪いんすかね。チンはでも難しいですけどね。難しい。さあ、開幕クーラー対裏タクですが、まあ、これ結構なんか裏タク使い的にはなんかそんなでもないっていうか、意外にいけるみたいなんですけど。うわ、すごいところ。てかタクマって、あの遠距離ジャッキックってなんかどのシリーズでも強くないですか、98あたりから。そうですね、なんか安定の、安定のちょっとベニマルっぽいっていうかね。あ、確かに。あ、俺たちの中で親父の股関節って言ってたんですけど、あの技いい技ですよね。非常に。あ、ここでジジイ対決、誰も望まないような組み合わせですよね。さあ、とりあえずお互い年季の入った、年季の入った。あー、表だった。チェスト。さあ、ここは漏れてしまって3発。さ
さあ苦しい、なかなか懐に入れない。うまい、うまい、避けつつ酒飲めるんですね。スタイリッシュ。ああと、あーチェスト隠っている。あーこれは苦しい。で大将がジョン・フンガが、あー裏拓磨は3ゲージもあるためマックス・リュウコも視野に入る。球を打ってジョンの前には持っていかせない。さあ早出しで張っていく、早出し、うんと、ここは うまく空差陣を決めて、ああいう結構早い展開で空対空勝った後とかは結構きついですね、ガード勝ちになります。あそこで重ねられるのは、はい、で中堅のシャンペイが出てきたが、ここは届くか、届くか決めていく。おっと、エサ感を出す。さあ畳みかけたかったがボワッしてしまう。あー苦しい。さああの状況かな、ここまで。あーモノノフさんが流れ的にはいいんだけど状況はちょっとしんどい。そうですね、なんとかもう画面端追い詰めたいですが、逆に追い詰められている状態。あー苦しい。いやーネックローリング、おっ勝負手っぽいのが出たか。さあここはモノさん最後のチャンスか。確かに、いやー苦しかった。同じような技であるジャンプフット場所を出そうと思ったが発生が。さあここでヤチ君が、いやヤチがね本当に強くなってて、あとねネームレスの4段が異常にうまい。おー異常にうまい。てか俺昔ナルトさんのホームの富士見台の大会にちょっとまあ行かせてもらおうと思って着いたら、車に乗ってたヤチ君がこっちに顔出してなんかお疲れ様ですって一言言われたんですけど、どこのヤクザだと思ったと思って、一緒にいた友達とかも誰、ヤチ君かってなって見た目だいぶ気合い入ってますね。やばいっすもんね。ヤチはだいぶ本当なんか無駄な動きが削られてってだいぶ強くなってますけどね。しかし立ちはだかるな YD。 さあ静かな立ち回り合いが続いているが、ここでレイスピン動きがある。カウンターシュール決めて、よくああいうところで暴れなくなったな、なったなっていうか暴れなかったですね。なんかさっき話したときに、はいはい、クーラー俺みたいなやつが使うと格ゲー自体やめたくなるみたいなこと言ってましたが、だいぶいい動きですね。しっかりしてますね。俺は裏ロバみたいなキャラが合ってるんだと言ってましたけど、裏ロバ使ってないですね今ね。確かに使ってない。さあ続いてシャンフェイ、これは結構シャンフェイ側もまだなんかやりやすいプレイらしいですけど、まあ、レイスピンしゃがんで当たらないんでね、あそれだけでもちょっとでかいかなっていうところはありますね。さあコアが完全点から逃げていく。さあ走り込んで、うんーナンパ、あの技強で出す、確かクーラーとかキャラゲンだと思うんですけど走り込むとスカるんですよね、根元に判定がないのか。うわここは痛い、今のはちょっと運の悪い当たり方。さあ燃やして、おっとお互い転がって D 投げ決めていくのは YD、 キン D から畳みかけていくか。ああこれはでかい、
減る。さあ相当いい勝負になってます。ああ強い。あインシュート2ヒット。いやー K ダッシュを象徴する技だ。大将が入れるんだが、ここで体力はいっぱいある。早っ、お互い早いですね。早いっすよ。さあまずは少しでも疲れさせようとアインから機会を伺う。ああよく見ていたが、うわよく溜まってた。さあこの体力がめんどくさいことになるか。おおジャンプへ。おやつね、ああいうねことするんですよ。どういうことですか。結構ねしてくるんですよ、走ってガードするとか。なるほど。さあこの対象戦内が決まって画面端、これ危ないか。中段ガードしてガーキャン前転。まあ本来あれがもう正解ですね。おお一段目発動もあるんで。はいはい、もう逃げて。さあしかし体力リードは YD。 うわここは勝利、追い込んでいく。うまい発動していく。さあいやまだ打っていく。さあここで落ち着いて20秒切った。あっと、やっち。ぶっぱすらだが通る。さあせんちゃん広島から。はい、さああのあきらくんが、はいはい、勝てない唯一の相手、今はどうか分かんないけど。あでやちくんは裏ロバに変更していく。さあまだやっちは多分クーラよりもこっちの方がおそらく強いとは思うんだけど。さあ激しいぶつかり合いが続く。あそう、あそこのフットワシがねアインよく潰されるんですよね。あまだ相打ちならいいんですけど、やられる。さあ走り込んで、さあ展開が非常に早い。さあ下がって、いやお互い走る。苦しい。あうまいな今の抜け方。さあやっちがじれてきたか。これはあ安定しているスタイル。あいきなりこれはでかい。中段張っていく。あのリードしている状況で中段はなかなかねですね、範疇外だと思います。うまい、あーっとうまい。内が決まって、まあ、壊しを置いて、ヤチ君はなんとかここは取っておきたい。おーなんか平成勢あれが得意技なんですかね。ヤチ本当強くなったな。すごいな。さあここで K 出したいクーラー中堅同士。乗っけて、さあブレスからの、おーっと見える。あーこれはめり込んでしまうか。いやかなり見入ってしまいますね。ですね。
これで大将のネームレスが出てきたが、ゲージもクーラー側は4ゲージ疲れさせるどころか殺すまである。あー痛い当たり方だ。ここでゲージを減らされるのはでかい。飛びが入ってブレスが出ないが前転を見ていた。しかも禁止と残るがダメージは十分。なんとか倒して同キャラ戦だが、ああヤチがやはりゲージもないのでぶっ込んでいく。おお痛い痛い。さあヤチがここはゲージがないので苦しいか。おっとこれはまあ死なないってことでの勝利だと思うんですが、2回打つ。ああこれはさすがに厳しかった。うわはい、これラストですね。本日最終戦、さあナルト対セン、これは見ものですね。てか今日普通の平日ですよね。そうですね、なんかかなり人が集まって、はい、なんか本当ばらつきがありますけど今日は噛み合ってる感じですよね。確かに。さあ開幕乗っかっていったのはセンちゃんの方か。あしかし攻守が入れ替わり、おっとガーキャンで早めに返していく。さあ打っていく、強気に行って、さあ潰し合い、いやここは払っていって、なんかすごい試合だ。なんかすごいですね。あすごいすごい、なんかお互いの信頼関係が全部裏目に出てると思うんですがなんか結構最初ゆっくりな展開からこう急にね、一気に体力の減りが激しくなりましたね。展開が速くなるのが面白いですね。おーちょっとみちょうど当たれば死ぬ体力。で、あなんか結構こういうハイレベルな対戦になると一周してあえて打つみたいなねところがありますよね。あ確かに。さあコア投げ、ゲージも貯めて、今のは多分強パンにコマ投げを仕込んでガードされてたらそのまま前に行けんのかな。あーなるほど。さあ、ナサのかすみが強い。そのまま割れて、あかなり有利なのはナルトさん側だ。取れない位置。かあ苦しい、これは苦しい。あーセンちゃん粘れるか。なんとかここをしのいで対処戦に持っていきたいが、きゃあ詰めてだ。最後は出し込まないからのスパーキャン、一瞬で勝負がつく。
終わりましたね。ナルトさん、ナルトさん、あ、マイクは控えると。じゃあ初期さん、はい、一丁締めましょう。え、締めましょう一丁いつもの、はい、じゃあとりあえずまあはいはい、順当に200回に近づいてますね。まあそうですね、このままいくといつだっけ、まあなんかもうちょい、もうちょい、まあだいぶ先なんだけど、まあだいぶ200回もう間近ですね。はい、なんか、はい、はい、閉まらないですが閉めます。はい、第181回 KF ゼロニウム科学戦、これで終わりたいと思います。お疲れ様です。お疲れ様でした。